皆さんこんばんは、まーです。今回は成城石井紹介していきます。長年悩んでいることがありまして、それが夜遅くになるとなんぜか完食したくなるっていうことですね。受け入れた上でなるべく太りづらいもの、ヘルシーなものを食べたいなということで、成城石井で最近ハマっているヘルシーで夜に完食してもまあいいかなっていうものをね、今回みんなにシェアしていきたいと思います。では早速一つ目です。じゃーん、めっちゃおすすめです。こちら有機イチジクと有機アプリコットのマクロビクッキーです。もう噛んだ瞬間とっても甘くて、でも甘ったるすぎなくて、中に入ってるフルーツの自然な甘みが本当に美味しいです。厚みがあるので十分な硬さを感じつつも、しっとりとした柔らかさもある、どっしりとした食べ応えのあるクッキーです。こちらは本当に私の激推しクッキーとなっております。こちらね、美味しいのはもちろんなんですけれども、とってもヘルシーなんですよ。で、何がヘルシーかと言いますとですね、小麦粉の代わりに全粒粉を使っております。食物繊維がたっぷりと入っているのでダイエットにいいんですね。でさらにね、砂糖ではなくココナットシュガーというものを使っていまして、ココナッツシュガーはすごく低 GI で血糖値が上がりにくく脂肪になりづらい、そして、ミネラルも豊富に含まれていて、もうとにかくヘルシー、美容にもいいし健康にもいいしダイエットにもいいっていうものを、良い素材をたっぷり使ったのがこちらのクッキーとなっております。まあ、何よりこの体にいいものってこの世の中にたくさんあると思うんですけど、やっぱり美味しくないと続かないじゃないですか。こちらは本当に美味しい。見ての通り本当に分厚いんですよ。なので食べ応えがねしっかりあります。でフルーツもぎっしりで、こちらのシリーズでねフルーツが入っていないキヌアバージョンもあるんですけど、そっちは結構ね素朴な味なんですね。こちらもすごく美味しいんですけれども、やっぱりこちらはフルーツ、イチジクとアプリコットが入っているということで、より一層甘みを感じられますね。うん。で続いて成城石井自家製全粒粉入りもっちりゆだねベーグル3個入りということで、こちらはナチュラルな甘さと塩味で何もつけなくても美味しい。いろいろなベーグルを食べたことあるけれども、トップ級にどっしりとしていて食べ応えを感じる。こちらのベーグルなんですけど、私はいつも買ったらすぐに冷凍して、でせいろで8分程度蒸してもちもちにして食べるのが私流の好みな食べ方です。パンってめちゃくちゃ美味しいじゃないですか。だけど食パンとかだとね、まあ、焼いてバター塗ってなんかジャム塗ってとかなると結構なカロリーと脂質になってしまうんですね。ただベーグルって原材料が小麦と水のみで、バター、牛乳、卵を使用していないので脂質がすっごく低いんですよ。生地もハード系なので噛む回数がねまたこう増えるので満腹感が得られやすいです。ベーグルなんですけど、もう一種類おすすめなのがあって、成城石井自家製ブルーベリーのもっちりゆだね米粉入りベーグル2個入り。ブルーベリーがゴロゴロと入っていて酸味があり、朝の目覚めにちょうど良い甘み。けどゆだね製法っていうものを使っていまして、すごくね手間がかかる製法なんですけど、そのおかげでもちもちした食感になり甘みや旨味が増加、時間が経ってもパサつきにくいという特徴があるので、成城石井のベーグルはすごくね病みつきになるのでね、一度食べてみてほしいなと思います。続いてそのまま食べられるバーリーマックスフレーク、こちらは甘みはなし、無味に近く噛んでいくと豆乳のような豆感があります。スーパー大麦バーリーマックスですね。このレジスタントスターチっていうものが入っているんですけれども、そちらが腸を健康にしてくれるそうです。食物繊維が豊富なので便秘改善にもよく、血糖値の上昇を穏やかにしてくれるスーパーフードとなっております。まあ、私の場合は
朝オールブランを食べるんですけれども、そこにこちらを加えてよりこう食物繊維が取れるようにしています。まあ、便秘改善だったりとか、ちょっと肌の調子が悪いなっていう時とか、こう腸内環境を整えてくれるので、この子をね、なるべく朝食に食べるようにしています。続いてレベクトリエイトミックスフルーツ&ベジタブルチップス 150g。 味は塩味と甘さは程よくあり、素材の味も程よくある。食感はポテチより硬い。夜中どうしてもポテトチップスが食べたいみたいな時あるじゃないですか。例えばお酒のおつまみとか、こうなんかポテトチップスのようなものを食べたいなって思う時にこちらがおすすめです。やっぱりポテトチップスって塩分が多いじゃないですか。で、塩分を取りすぎてしまうと次の日顔がすごくむくんでしまったりとか、まあ、もちろん太るっていうことにも影響してくるんですけれども、こちらは塩分がかなり控えめで、そもそも野菜やフルーツのチップスなので、罪悪感がかなり少なくいただくことができるかなと思います。はい、こちらとかね、多分マンゴーですね。ちょっと酸味があるので、食感は結構硬いので満足感はねかなり満たされると思います。硬いんですよ。まあそういったお菓子がやめられない方とかはこちらに置き換えてみるのもね、まず第一歩としてすごくいいんじゃないかなと思っております。続いて成城石井ルイボスジンジャーカモミールティー 500ml。 後味に生姜とカモミールがほのかに感じられる。苦味や雑味が全くない、ほんのりお茶の甘さがある。こちら何がおすすめかと言いますと、雑味や苦味が全くないんですね。ルイボスティーをこう自分で作るとなると、ちょっと苦味が残ったりとか、まあそもそもめんどくさいっていうのもあると思うんですけど、こちらは本当に苦味がなくグビグビ飲めるルイボスティーとなっております。で、そもそもね、ルイボスティーっていうのは老化を防ぐ作用のある酵素がね配合されています。で、ミネラルも豊富で体作りに良いのはもちろんなんですけど、カリウムも含まれているのでむくみ対策にもめちゃくちゃいいです。ノンカフェインということで寝る前に飲んでも問題ないですし、落ち着くようなね、このハーブティーの作用もありますので、美容、健康、ダイエット、睡眠とかね、精神状態とかね、本当にとにかくいいことが盛りだくさん。こちらすごく美味しいので、おすすめです。続いて成城石井お魚スナックアーモンド小魚 115g。 味は噛めば噛むほどに甘みが出て砂糖醤油のような感じ。食感はボリボリ硬いですが、サイズは小さいですね。これはまあ知らない人はいない、特別珍しいものではないんですけれども、成城石井はこういったものがすごく種類豊富に売られていて、こちらの減塩タイプとかも売られていましたね。めちゃくちゃ食べちゃったから全然中身ないんですけど、この子この子、はい、こちらに入っているカタクチイワシと言いまして、栄養成分のバランスが本当に素晴らしいです。で、鉄分も豊富なので、生理の期間とかね、まあ、体調不良とかいろいろあると思うんですけれども、鉄分もしっかり取れるということで、すごく噛み応えがあって硬いので、そういった意味でも夜のね満腹感が高まるということで、こういった硬いものをねぜひ食べてみるのがいいんじゃないかなと思います。やっぱ夜ねちょっとこう小腹が空いてくることって人間誰しもあると思うんですけれども、まあそういう時にちょっと体に悪いものとか太りやすいものとかを食べて罪悪感をね抱えてしまうぐらいだったら、こういうものをねちょっと試してみるっていうのも一個ね挑戦としていいのかなと思います。今までの習慣をガラリと全部変えることって難しいと思うんですけれども、今日一つ何かをやめて、その代わりにこう何か違うものに代用してみるっていうことは決して無理な話ではないと思うので、まず小さなきっかけとしてこういったものをね食べて美味しいなって感じてみるのもいいんじゃないかなと思います。やっぱりまずは健康第一で、その次にこう美容とかダイエットとかね、よりこうなんか目標とか目的に向かって少しずつ歩き出せたらいいんじゃないかなってことで、
今回は紹介させていただきました。ということで、まだまだ寒い季節が続きますので、風邪ひかないように、しっかり寝てしっかり食べてお過ごしください。それでは見てくれてありがとうございました。またね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。